ちひろちゃん、このさ、前にボトルがあるけど、中身なんだと思う？まあ、これはぷよぷよボールでしょ？あ、これぷよぷよボール、ほんとだ。で、他はあんまりわからないけど。じゃあ、これ何色？茶色。茶色。これなんだ？泡？泡？これはね、この前、巨大パレットスライムを作った時に作ったスライム。そうだ、せっかくさ、これボトルに入ってるし、この段ボール使ってスライムが入ったボトルが出てくる、でっかい自販機作らない？ミルキッズクラブ。ミルキッズクラブの時間だよ。ちひろです。ぐっちーです。今日は巨大ダンボールスライム自販機を作って遊んでみましょう。ゲーム。イエー。どのぐらい巨大な自販機作るの？こんぐらい。ちひろちゃんより大きい。それでは早速やってみる。まずダンボールを切ります。ちひろちゃん、ダンボールで工作ってどんなのミルキッズでしたの？シーソー作ったり、ベルのやつか、うん、ベル、うん、あと、ペーサーの滑り台。じゃあ、こんなに大きいやつを初めて作るの？多分、初めて。お、マジか。ドン。あ、できた。あ、ドン。よいしょ。やっほー。切れました。ダンボールを組み立てる前に画用紙を貼って色をつけていきましょう。うん、おう、OK、よいしょ、できたよ。よし、じゃあその置いて、置いてって。おう、こっち合わせる。 OK、おい、いいね。サザン、サザン、サザン、オッケー。こうか、こうか、こんな感じ。はい、これが自販機のね、あの上の部分です。よし、じゃあ下の方も作っていこうか。よっしゃ、どうだ。いない、そっちかい。あー、影だ、影。ウィンカちゃん、じゃん。はい、ちひろちゃんが出てきました。じゃあ、ちょっとさっきのとね、合わせてみようか。どうどう、ちょっと横に立ってみて、ちひろちゃん出て。どう、ちひろちゃんよりでかいよね。同じぐらい。でもさ、これこのままだとちょっとね、寂しいんでね、飾り付けしていきます。あれ、ちひろちゃん、さ、こんなものが大きければいいなっていうのがさ、なんかある？まあ、例えばお菓子。お菓子大きかったらさ、うん、なんかさ、賞味期限ってあるじゃん、それまでに食べる。あ、おもちゃ、こういうおもちゃ、じゃあある？なんか、このおもちゃ大きければいいな。なんか、リカちゃんのお家、今作ってる自販機ぐらいの大きさで、一緒に入って、なんかやりたい。あ、そうだね、遊べるね、一緒に入って。自分も入れるもんね、うん、あ、それいいね。飾りできました。全部のパーツが揃ったので組み立てていきましょう。おう、うん。ここ垂れてるじゃん。ここ垂れてるし、ここをくっつけます。オッケー。よっしゃ、じゃあ上のパーツも、上の部分だね。お、あざす。欲しいですって言って。欲しいです。はい、いいね。ドッキング。おーい、ちひろちゃんどこだー？ここかい。え、ち、すげえ。ぴょこ、立って。はい、ちひろちゃんと同じ姿勢。ここにスライムを置いていくんですが、このままだとこの、ちょっと壊れそうなので、この
細い段ボールを2枚重ねて補強します。こうやったらね、だいぶ厚くなりますから。さっきより丈夫になった。じゃん、こちらがボタンでございます。このボタンになるこの段ボールにですね、このように輪ゴムを巻き付けました。上の部分と下の部分はこのようになってます。でこれをですね、段ボールにこうはめます。じゃあこれは段ボールの表側から入れました。輪ゴムをですね、ここに固定していきます。じゃあこのボタンを押してみて。いくよ。うん、補修します。ジロちゃん、押してみて。いい感じ。よし、残りの3つもつけていきます。完璧です。最後にスロープをつけます。この筒状の段ボールでスロープを補強します。はい、こんな感じでございます。じゃじゃーん。ちょっとじゃあ試しに1本やる。やる。はい、起きました。押してください。おー、出た。出たよ。おー、押します。仕上げにさっき作った飾りをつけていきます。はい。謎じゃじゃーん。それではイムジ半期、これを真ん中の方の下に、せーの、できた。それじゃあ、ちひろちゃん、この12種類のスライムを自販機から出して遊ぼう。イエイ。じゃあまず1本試しにね、遊んでみよう。セットします。はい、押してください。おー、すごい、すごい、早くない？今1秒かかってないと思う。じゃあ、まず次4つダンダンダンっていってみる。気持ちいい。よっしゃ、じゃあ盛り上がってきたところ、ちひろちゃん、うん、じゃあせっかくだからさ、このスライム巨大自販機を使ってゲームしようか。うん、色当てゲーム、イエーイ。パフパフ。こちらの12種類のスライム、カラフル、メタリック、ふわふわ、パテナ、カテゴリー分けをしました。グッチーがね、色を選んでそれぞれのカテゴリーに1本ずつ入れていきます。ので、ちひろちゃんは何色が出てくるのか予想してみてください。はい、それじゃあやっていきまーす。乗せていきまーす。1本目これです。 OK。 はい、OK です。ちひろちゃん、最初カラフルの中から何色が出てくるか当ててみてください。はい、何だと思いますか？まずはここは、うん、黄色。黄色。あ、何これ。ちょっと待って、ちょっと事故、事故や、事故や、今びっくりした、びっくりした、今びっくりした。めっちゃ、ちょっともう一回、ちょっと。ではカラフルからまずは予想は、もう一回き黄色、押してみてください。正解。うわー。じゃあ次メタリック、何色でしょうか？金か銀。銀。じゃあ押してみてください。はい、何色でしたか？見ててください。金。金色でした。次、ふわふわ、水色かピンクか、ピンクか水色か、ピンク。ピンク。おお、イエーイ。ちょっと、イエイ、当たりー。さあ最後ハテナです。どっちだ、発泡スチロールかぷよぷよか。ぷよぷよ。ぷよぷよ。イエーイ。すごい、4本中3本当たったんだ。これも当たってない、当たってないんだ。パーフェクトだったね。すげえ。せっかくこれ4本出たからさ、全部混ぜて遊んでみようか。はい、1本選んでください。
ってこれ。よし、じゃあそれ。うわ、黄色。おお、黄色。じゃあ入れよう。お、これはこれで綺麗。じゃあこっち。それ。さあ、どっちでしょう。待って、どこにあるの。目の前にある、目の前に2本。これか、これか、一回手離して。あとこれ。はい、どっちでしょう。うん。もういいよ、こっちこれ、はい。ね、待って、別入れるよ。いや、もうすごい綺麗。こうやって見ると。手だから、混ぜてください。2人。あ、2人で。レディー、ゴー。イエーイ。イエーイ。すごい、どうすごい。あ、綺麗じゃん。あーあーやられた。あーすごい、いいね、この柔らかさ。この4種類どう。ちょっとトロトロしてて、ペロペロホイルでつぶつぶ入ってるのが気持ちいい。ちおちゃん、この自販機はどうだった。作ってみて怪しい、春の楽しかった。楽しかった。ちるちゃん、両面スライムね。両面スライム。両方ともスライム。ただのスライム。両面テープ貼るの気に入ってたね。あとどう？自分と同じぐらいのさ、大きさの工作したの。結構大きくない？これ。うん。なんかお家みたい。ね、家みたい。でも、これボタンすごいよね。うん、ちゃんと出てくるの。これすごい。感動しました。何か巨大なもので作ってほしいものがあったらコメントで教えてください。バイバーイ。チャンネル登録よろしくね。グッドボタンもお願いします。ご視聴ありがとうございます。面白かったらグッドボタンお願いします。